アルセーヌルパンの裁きは、ボアローナルス・ジャックによるフランスの推理、サスペンス小説。アルセーヌルパンシリーズ原作者であるモーリス・ルブランの遺族公認で執筆された、シン・ルパンシリーズの第4作にあたり、現象は1977年に刊行された。日本語訳は、前作、アルセーヌルパンの第2の顔まで3編を刊行した、新潮文庫からではなく、 サンリオから谷亀リーチのわけで、ルパン、100億フランの炎と題して1979年に刊行された。また、同年には、ポプラ社から、ルパンと殺人魔の表題で、南陽一郎の本案、脚色により、回答、ルパン全集、第29巻として刊行されたが、他の、新ルパンと同様に現行の新帝、シリーズ回答ルパンからは除外されている。 本校では、ポプラシャ版、ルパンと殺人魔に収録された短編、女族とルパンについても解説する。第一次世界大戦終結翌年の1919 19年3月。回答紳士、アルセーヌ・ルパンは、愛国的フランス人としての義憤から戦争中、ドイツと通じた、売国行為で不正に蓄財したグザビエマンダイユを、懲らしめる目的を兼ねてその資産を狙い部下の、 ベルナルダンと共に、万代油邸へ侵入した。金庫の中には、不審な50フラン紙幣が1枚あり、ルパンは、対戦中に、ドイツがフランスにインフレを起こさせるために施策作りを、計画して、万代油に試作させたうちの1枚がこの紙幣では、ないかと考え、万代油の売国行為を告発する証拠として、手持ちの紙幣とすり替えることにする。 ところが、侵入者に気づいたマンダイユに見つかって乱闘となり、ベルナルダンがマンダイユを狙撃してしまった。マンダイユは病院で一命を取り留めるが、ルパンが盗み出した50フラン紙幣は鑑定により今不だと判明する。アイロンでシワを伸ばした時についたであろう。焦げ目から、いずれマンダイユが回復して、金庫の紙幣を確認するとすり替えられていることに、 気づくのではないかと考えたルパンは紙幣を万代ユ邸の金庫へ戻すことにした。ところが、そこに現れた正体不明の赤毛の男に紙幣を奪い取られてしまい、赤毛の男の正体を追う過程で万代ユが何者かに殺害予告を送りつけられていたことが判明する。やがて事件は数ヶ月前に死去した資産家モンコルネ老人の遺産相続権を持つダイユ夫人とその妹、 イサベルのモンコルネ姉妹、ドルシャン三兄弟らを巻き込んで、急展開を見せ、ルパンは一等客車内での密室殺人の容疑により、逮捕されてしまった。関係者に次々と送りつけられる、お前たちは一人残らず地獄行きだと書かれた、脅迫状の送り主は、果たして誰なのか。アルセーヌ・ルパンの裁きを、南陽一郎が、児童向けに本案、客色したポプラ社版。 回答ルパン全集の第29巻、ルパンと殺人魔には、女族とルパンと題する短編が収録されている。南は、序文で本作について、モーリス・ルブラン原作と明言し、これまでのルパンと違う一面がよく出ているため全集に収録したと述べているが、ルブランの筆になる、フランス語の原稿は確認されておらず、全集の第13巻に収録され、原稿の進定。 シリーズ回答ルーパン全20巻及び、ポプラ文庫クラシックの復刻版から除外された、ピラミッドの秘密と同様に南の二次創作物である、可能性が高いと見られている。ピラミッドの秘密と比較した場合、孤児となった少女をルパンが、ブローニュの森で保護し、ウバのビクトワールに養育させるというシチュエーションに、共通点が見られる。また、ルブランの原点においても、 ルパンの特技とされる柔術との出会いを意識した場面も盛り込まれているが他のシリーズ作品でルパンが見せる柔術の描写とはやや整合性を書いている。ルパンが最後に修道会へ大金を記者するという展開は南の手になる他のシリーズ作品の本案、脚色にも共通して見られるものである。ルパンが813や金三角の冒険で名を挙げる。 以前の駆け出しだった頃、ブローニュの森で母親とはぐれで孤児となった6歳の少女、アントワーヌと出会う。ルパンに保護されたアントワーヌは、ウバのビクトワールに預けられて養育されるが、アントワーヌには、自分と違って、まっとうな人生を送ってほしいと願うルパンは、泥棒家業から一切手を退き、5年が経過した。その間、かつてルパンは、 以前に起こした事件で腐れ縁だったガニマール警部にアントワーヌの母親探しへの協力を求めていたがガニマールからアントワーヌの母は女盗賊のクロチルドで別の事件により逮捕され近日中に公判が開かれることを知らされるクロチルドは懲役15年の判決に対して控訴せずただブローニュの森ではグレタ娘に会いたいと言い残して収監された一度は アントワーヌのため真っ当に生きようと誓ったルパンであったが困窮のためついに一度だけと決めて盗みを決意したまたま目についた日本人から財布をすり取ろうとしたその相手は日本大使館の武漢でルパンはすりに失敗して腕を締め上げられたが武漢は何も言わず端に鉛筆で施し物と書かれた20フラン分の紙幣を手渡しその場を立ち去る ルパンは噂に聞いていた武士の情けに感謝し、この出来事は同時に、後年のルパンが特技とした日本の柔術に興味を抱く契機ともなった。月日は流れ、修道会が運営する女学校に入学したアントワーヌは契機を終えて、釈放され修道女となっていたクロチルドと再会を果たす。雪が降りしきる冬の夜、母子は、 ルパンの元を訪ねるパンはアントワーヌと涙ながらに別れを告げた。数日後、ルパンはアントワーヌと過ごしたモンパルナスの別邸を引き払う。それに前後して悪徳商売で稼いでいた七夜の金庫から三百万フランの大金が盗まれ、その直後に修道会へ同じ額が匿名の記者で届けられるという事件が発生した。森の村。 P36ABC 北原ピアニッシュも45から56におぞくトルパンに関するカテゴリー。ありがとうございます。